おお。いやあ、始まりましたね。始めましたね。あのカイロソフトのイメージキャラカイロくんもいるね。そうだね。ちょっと二人でね、このゲームをやってみようと思うんですけど。はい。とりあえずコントローラー画面に渡そうですか。うん。稲葉さんは、はい、買ったっきりやってない。俺プラスプラスはやってないと。なんか昔携帯で大丈夫ですか。くしゃみがちょっと急に来るよ、ね。まあくしゃみは急に来るんだけど、昔スマホだったかな、スマホだったと思うけど、昔使ってた携帯で遊んだことはありますね。最初からじゃあやりますか。普通にやりますかね。さんは初めてですか。完全に初めてです。じゃあやってみようぜ。お、会社名で決めれるんだ。物産。ゲーム会社でしょ。ゲーム会社ですよ。まあ、まあ、我々ですから、ね、ベガババ。ベガババ。何文字までいけるのか。32文字？マジで？じゃあ、ベガババ、満腹。そこまでいくかい？普通は、まあ、ゲーム会社だからなんとかソフトになるのかな。日本一ソフトとか。ああ、なんとかソフトウェアみたいなね。うん。ベガババ、ババ満腹はひらがなにするかい？満腹はひらがなでしょうね。まあ、漢字も使えるもんね、このゲームはね。確かに。漢字にはしなくていい。漢字じゃないでしょうね。ベガババ満腹。忍者も行っちゃうかい。忍者も行くかい。ベガババ満腹。忍者ソフト。まだいける。まだ。まだ、あと22文字もある。ベガババ満腹忍者。忍者。FBI とか行っとくかい。は？もう俺は忍者の時点で結構ハーだけど。いや、FBI ってなんだよ。ベガババ満腹忍者 FBI って意味がわかんねえだろ。ベガババ満腹忍者ソフトでいいんじゃないですか。忍者ソフト、クリエーションとかじゃなくていい。うん、ああ、それでもいいよ。好きな。ソフトクリエーションにしようか。アソシエーションじゃなくていいかい。アソシエーションでしょ。いや、なんでもいい。なんでもいい。覚えてくれるかな、みんな。まあ、略して、ベガババでいいんじゃないですか。うん。クリエーションなんだ。エーション。エーションじゃなくて。エーションだね。うん、いいね。ベガババ満腹忍者ソフトクリエーション。まだいけるもん。なんでよ、何文字入るんだよ。32って言ってたよ。32って言うからひねり出したのに。どうす、忍者削る。いや、クリエーション削れよ。何文字 OK なんだろうな。ベガババ満腹ソフトですかね。まあこれいける。まだダメだ。あとは満腹を漢字にする。なるほど、いけるかな、それで。すげえシンプルになったぞ。ベガババ満腹ぞ。あーだ、ダメだ。結局のところ何文字なの。なんとか物産。もうベガババソフトでいいんじゃないですか。ひでえことになったぞ。7文字って。あー、おー、よかった。ベガババソフトで長いって。すげえ削られたな。どうしようってなってたよ。こんにちは、檜山秘書子さん。あー、ガミさんの秘書ですね。なるほど。ガミさんが社長で、俺が社長、副社長みたいな感じで。なるほど。じゃあ、二人好きの秘書ってことでいいね。そうだね。これからベガババソフトの秘書を務めさせてもらう、檜山秘書子と申します。確かに入らないな、ここに。ベガババ満腹忍者ソフトクリエーション。ション一行半ぐらい使えそうだな。初めての方もすでに私のことをどこかで知っている方も、あー、カイロソフトのゲームの秘書はみんな、みんなこの人なのかもね。うちらの秘書が満腹くんな感じだな。うん。人気ゲームを出すためにサポートさせていただきます。日本ゲーム発展大賞を狙って一緒に頑張りましょう。ほう。ベストゲームオブイヤーみたいなことだね、うん、ですかね。うん。いつでもメニューからシステムの
遊び方を開いてくださいね。社員が少ないのでメニューを開いて社員を雇用する。まずさ、まず、うん、なんかストップできますか。ほっ、R で止まるね、うん、まずこのゲームを2人でやっていくにあたって、はい、何らかの目的を設定しておかないと多分、ね、ずっとやる感じになるタイプのゲームだと思うんですね。でバーガーバーガーを昔やった時は、うん、一応対決企画みたいな感じでやったじゃないですか。はい、だから なんか対決する方向にこのゲームをやりたいんですけど、はいはい、いまいち見えてないじゃないですか。そうね、一旦様子を見てとりあえず第一章として俺とガミで協力して発展させる。そうだね、うん、まず軌道に乗せてそっから考えるというのはどうでしょうか。う、ね、いいと思いますまず倒産の危機をなくさないとね。そうだね、大体パート4で倒産するからそこを乗り越えよう。もう資本金5000万なんかすぐよ。そうだね、雇用しろって言われた。まず雇用しろって言ってたから、うん、社員を雇用するで社員が少ないんだって。まあまあいるように見えますけどね。4人ですかね。1人歩ってる人がいたんと、うん、ピショコさんと、うん、あとこの2人。そうだね、パソコンがまだブラウン管だね、うん、雇用しましょうか。雇用しようか。ほう、ああ募集方法ね。あ、なるほどね。社員になんかいい人いないって聞くのと、うん、雑誌に広告を出すのと、ネットなんでそんな高いの？わからん。まあ今ネット広告の方が盛んですからね。ネット広告ちょっと出せないね我々。出せないね。出したら終わるね。雑誌も厳しい感じしますけどね。社員の紹介で500万もどうかと思うけどね。確かにな。4人しかいないんだよ、だって。知り合い経由ですかね。まあ安いやつでいきますか。うん、雑誌は危険な気がするな。ほっ、うん、早速私や社員の知り合いを当たってみます。どうかな。いい人が見つかったらお知らせしますので少々お待ちください。あ、すぐ結果が出るわけじゃないんだ。どっこいしょ。これが社長ですね。これはベガババさんですか。知り合い経由。あ、うん、もう早いね。入社希望者の結果が出ました。もう500万使っちゃったよそれはね。あ、なんと3人の応募がありました。誰を採用しましょう。スクロールバーを下に移動すれば過去の職歴も見れますよ。なるほど。ああ、長下ひろみさん。まずはデザイナー、長下ひろみさん。今、どういう人がいいんだ、うちの。まずね、それも知らないから、ね。あ、シナリオライターと、だ、これさ、今自社の社員の、あれ大事じゃない？これでね、みんなグラフィックだったら、長下さん雇えないですからね。L を押したら現在の自社で雇用してる社員が見れるって。ああ、なるほどね。また。まず、プログラマーの森田和夫くん。なるほど。プログラマーはいると。うん。プログラムが18。シナリオ。200万か、うん。プログラマーしかできないね。プログラマーはいますよ、と。もう一人は、ああ、シナリオライター、井上幸三くん。井上か。すげえシナリオを書き出してきそうだな。芸能に詳しそう。うん。なるほど。デザイナーとサウンドクリエイターがいればいいんですね。とりあえず作れそうですね、うん。他にも誰か雇いますか。あれ、終わってないね。どうぞ、終わってない、終わってない。長下ひろみさんはじゃあ、ね、良さそうですね。一応3人見ますか、先に。と契約金高いけどね。高い。400万だ。400万、年俸280万。と次、2人目、うん、桃山桃子さん。おお、いい名前ですね。サウンドクリエイターレベル3。強いね。高校時代からバンドをしてました。プログラマー経験もある。プログラマーもできるね。いいね。なるほど。ただ言うほどさ、ステータス高くなくないまあね、サウンドよりプログラムの方が高いよ。まあ最初だからね、うん、3人目は、あ、シナリオライター、宮村美智子さん。女性ばっかりだね。マチューセッツ農業大学を自席で卒業すごいね。すげえ経歴だな。農大自席で卒業して今シナリオをやってんだね。サウンドクリエイターもできる。できるね。うーん、まあ、とりあえず長下ひろみさんはもう雇用決定でいいと思う。そうだね、候補一人しかいないですもんね、うん、グラフィックデザイナーをね任すにはこの人しかいないから。ロミヒーね、雇おう。やった。
女性がねいた方がね華やかになる、ね、そうだね。女性の時点でかなりね、とか女性しか着てなくね。まあなんか名前的にねキャラが立ってるから桃山桃子さん割と俺は推したいけどね。うん、俺もそっちでいいかな、うん、高くはないとはいえサウンド13は社内随一、うん、サウンドクリエイターになってもらえますか。いきますか。一応ねこれで揃いますから。そうだね、初期メンバーが揃ったね、うん、じゃあこの5人、うん、4人でなかったということで、じゃあすまんが宮村美智子さんはまたの機会をお祈りさせていただいて、うん、ね、農業系に進んだ方がいいと思う。そうだね、うん、お、ジャンルレースゲーム増加。あ、これで R を押すのかな。年間利益やばいっすよ。もう机机埋まりましたな。新規開発なし。ねえねえ、なるほど、何かが上がった。あ、ちょっと社員見てみますか。教育する、レベルアップ、解雇する、いろいろできる。教育した方がいいのか。なるほどね。うん。まあ、人材育成はね、大事ですからね。森田くん、井上さん、長下さん、桃山さん。うん。いい面揃ったな。なんかすげえゲーム作れそうな気がしてきた。いい、うん、教育方法で、上がるステータスと使うお金があるんだ。なるほどね。なるほどね。プログラマーだったら、プログラムが上がる。何かをしないといけないんだ。あー、ゲームで遊ぶのに1000万もかかるの。いくら使う気だ。ゲームで遊ぶとでもプログラマーがプラスプラスですね。いや、ただそんな金はない。確かにな。ちょっとまた後ですかね。そうっすね。開発できんの、開発がいいのかな。揃ったからできる。お、新規企画受注開発。あ、やるならね、新規で一発当てたいですけどね。なるほどね。新規に開発するゲームの企画書をまとめます。ジャンルと内容は決定ボタンを押すと変更できます。はあ、はあ、今どんなハードがあるんですか。世にはパソコンゲーム市場シェア 38%。 うわ、前知らないタイプのやつですね。これはね、あの形としては何だろう、セガのマーク3とか、ね、MSX とかそういう形ですね。ファミコンとか出る前です、ね、ファミコンの1世代前の形してますね。まあでも結構今のね、有名なメーカーも最初は PC ゲームっていうね。そうですね。スクエアとかも PC ゲームなら開発費もすごい安く済んでるな。100万で作れる。100万で作れる。出荷50万台。こっちは80万台出てる、うん。PC ゲームですかね。ライセンス取らないと作れないのか。そうか。なるほどね。きついね。きつい。この市場シェアの残り 1% は何なんだっていうね。うん、パソコンゲーム38%。パソコンゲームに行くしかないでしょうな。しかないか。ジャンルは？ああ。なるほど。なるほど。やっぱジャンルによって費用も変わってくんだね。これしかない。全部で。ああ。最初は少ないんだ。俺たちのね、初めての記念すべき第一作になる、ね。第一作だからね。アドベンチャーかな。ああ。やっぱ我々といったらアドベンチャーみたいなのがあるからね。でも人気低いんだよね。確かに。パズルか。パズル。高いのは。パズルゲームも我々やりますからね。クイズゲーム研究会でもあるし。クイズとパズルお前一緒にしてんの？結構違う気が。もう仲違いが。どうしましょうか。いや、いいっすよ、好きなやつ。素材集ってなんだ。なんですかね。素材集ってなんですかね。なんか素材を売るのかな。キャラのグラフィックとか。あ、まあ、パズルにしますか。人気が中段で。いいですよ。せっかくだし。うん、内容どんなパズルゲームなのか。なんで頭に埋蔵金が来てるの。分からん。あ、忍者あるよ、忍者。忍者があるんだよ。忍者人気あるし、中だよ。ゴルフも中だ。ゴルフもパズルゲーム。忍者のパズルゲームって何よ。まあ。
時代劇425万もかかるの高いね。まあ、やっぱ時代劇セットとかにね、お金がかかりますからね。実写悪代官的なやつかな。動物人気中で安いよ、費用が。確かにね。それでもいいですけど、お互いね、動物パズル、ね。動物好きだしね、うん。動物パズルゲームにしようか。ああ、なんか普通にありそう。見えてきたな。うん、方針。なるほど。ああ。できればクオリティ重視でいきたいけど、ね。クオリティでしょう。あ、速度は遅くなるんだ。なるほどね。社員の成長には研究重視。速度優先、クオリティは度外視。予算増額は多分全部上がるんだろうな。速度とクオリティを両立。なるほど。100%。まあ、クオリティ重視がいいかなと僕は思いますね。そうですね。品質最優先で。で、大当たりを狙うと。開発費877万円。いけんだろ。行くぜ！お、あ、なんか、あげられる。なるほどね。方向性ポイントが2あるんで、親しみを下げて他を上げるっていうのもできますね。何が重要？動物でしょ？可愛さ、親しみ、手軽さじゃない？マニアックはどうだい？わお。なんだ動物パズルなのに何かマニアックな動物が出てくる、うん、マニアックな動物しか出てこない。あ、なんか、金華獣。オグロプレリードッグ。マニアック入れるか。親しみを下げますか。ワオキツネザルとか。マニアック。親しみ。親しみ。あ、斬新さとかも俺は欲しいけどね。斬新さあげる？で、リアルさと可愛さどっちに振るかよ。まあ、リアル。すげえマニアックになってきたな。となるともう手軽さも下げて、うん、手軽さはいらないかな、うん、ね。作り込むか。作り込みたいね。こうどれぐらい変わってくるのか分かんないけど、ね、分からんね。当たる要素あるんだ、まあ、最初だからな。記念すべき一作目の開発ですね。企画は誰にやってもらいましょう。企画は誰にやってもらうのがいいのか。シナリオライター経験者。なるほどね。まあ、じゃあシナリオライターだね。外部に多分頼むとお金かかんだよね、うん、外注よりは社内でやった方がいい。井上光三くん、君に決めた、うん、あ、一応見るか他も。あ、シナリオライター以外でもゲーム好き石橋橋尾、うん、でもスキルは、うん、シナリオスキル高いな。うわ、あ、豊臣秀丸やる、ね、プランナー、さすが。1000万かかるね。1000万無理だ。まあ、構造さんですかね。パズルゲームですね。はい、きっと面白いものを考えてみせます。企画をまとめている。ジャンルはパズルか。お、何か伸びている。今回はこのぐらいですな。これが、音楽とグラフィックには全く振られてない。完成まで頑張っていきましょう。みんな笑顔だね。うん。いい会社だ。アットホームだ。アットホームだね。おう、ついにゲームの開発が開始されました。パソコンから飛び出るのは開発しているゲームのポイント。面白さや独創性やバグなどがあります。バグはまあは困る、出るんでしょうな、うん、メイン画面で上下ボタンを押すと情報バーがスクロールして決定ボタンで詳細も見える。ほう、今新作 4% 開発されている。あ、 7% いったよ。ピコゲーマガジン最新集。なるほどね。業界の動向。業界の動向も見れるんだ。電車の中でゲームをする学生の姿がちらほら。ゲームファンのための雑誌。まもなくゲーム業界は夏休み商戦に入る。今5月だからか。ああ。夏休みや冬休みの時期は、なるほどね。ゲームの売り上げが伸びる。ゲーム会社が競って新作を出してきますので、どんなゲームが出てくるか楽しみですね。また最近はベガママソフトという俺らだ会社も新規参入をしたようで、今後も注目していきたいと思います。いいですね。ありがたいね、ピコゲーさん。確かにね、ゲームはゴールデンウィーク、夏休み、クリスマスにいっぱい出るんですよ、うんうん、なるほどね。まず夏休み商戦から我々は参入していくわけですね。俺たちの動物パズルゲームね、マニアックな。あ、これがバグじゃない？バグっぽいね。
まあまあ多少バグはあってもね。ね。それが、バグが3あるぞ。うん。それを利用して、100レベルにね、したりね。サウンドがひどいことになってる。サウンドクリエイター働いてないのか。まあ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 。これ、並行して開発とかもできるんじゃない？受注開発ってのはどういうことですかね。あ、ゲーム漫画執筆、ゲームシナリオ、町内会のマスコット。あ、これあれじゃないですか、必要なステータス、まあ、請負い仕事ってことですよね。そうみたいですね、うん、でお金を稼ぐ、お金がもらえると、受注開発をいくつかこなしてお金を稼いで、稼いだお金で新作を作っていくみたいな、このサイクル。町内会のマスコット、ちょうどあのグラフィックの子がこんなステータスじゃない？いけるかな。うん、とりあえず1本作るまでやめますか。疲れたって言ってる。あ、でも燃えてる。お前、お前、燃えて作るのがバグってどういうこと？バグを。バグを想像してる。埋め込んでる。やめろ、やめろ。アルファ版完成しました。ああ、これから本格的に絵を入れていきましょう。キャラデザは誰に頼みますか？社内のデザイナー経験者か外部の専門家。ああ、もうこの流したひろみさんにね。これは当然、ひろみさんですけどね。そうだね。一応見るけど。外注漫画好き漫画家、うんうん、グラフィック36ってすげえんじゃねえ？すごいね。ね。プロですもんね、漫画家さんね。ね。これは自社のデザイナーに頼みましょう。売れるか分かりませんけど、仕事なので描きます。動物描けるでしょ。お、すごいすごいすごい。これでグラフィック部分にポイントが振られるわけですね。お、いいね。お、いいね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 。お、すげえ。すげえ。この結果を見ると最初の森田は全然ダメだったんだ。全然だね。ちょっと思っちゃうけどね。これが。で、この後サウンドのタイミングもあるんだよ。そうだね。確か。独創性そんなにないね、じゃあ。そうだね。行動が他にもあるけど、宣伝広告。うん。知名度と自社ファン、発売するときね、広告は出した方がいいと思いますけどね。確かにね。お、ベータ版できました。最後に音楽を作り込みましょう。サウンドクリエイターレベル3だからね、うん、とはいえ桃山桃子はそうね、音楽好き、音楽好きよりサウンドの素養が低いな。作曲か、すごいな。ちょっと教育していきたいですけどね。そうですね、サウンドシナリオプログラムあたりはステータスが低いですからね、うん、動物のゲーム性を生かす音楽を頑張ります。あ、でもいい、ね、なんか音楽しっかり伸ばしてるよ。おお、すごい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 、すごいすごい、めっちゃ伸びたよ。めっちゃ伸びた ね。え、森田はあいつ何やった？森田は全然ダメだったんだ。無能か。そういうこと言うな。頑張ってんだよ、おじさんだって。頑張ってるを言い訳にする社員多いよね。結果を出してほしい。これはね、ここで広告が打ちたい。いいですよ。アイテム使用、あ、体力回復。あー、ゲーム完成しました。デバッグ中、バグ取り作業に入ります。なるほど、うん、最近ね、これが甘いゲームいっぱいありますからね。まあでも最近はね、アップデートかければね。そうなんよね、いけちゃうから。バグは消すたびに研究データが入り、社員のレベルアップなどに使えます。開発中のゲーム情報の画面からバグが残っていても出荷することができます。俺たちのこの世代だと多分あれですよね、ちゃんと取り切らないと。そうそう、永遠に残っちゃう。アップデートの機会はないです。そうなんですよ。 PC ゲームですかね。タイガーキメラが悲劇が再びですよ。多分フロッピーとかですよね、媒体は。もうその時代かな、パソコン。そうだね、ファミコンが出てないからね、ま、フロッピーがあるかすら。データ量4キロバイトとかそういう時代かな。ちょっとでも広告出しますか。いいよ。パソコンゲームだからネット広告でどうだろう。いいね。はネットはあんのか。
あ、ほぼゲームを出してないのに宣伝をしても。そういうことね。発売後か。あ、でもバグ減ってる減ってる。この状態で出荷もできるんだ。なるほどね。どうする？どうするか。もう8月入るけど11出すなら今なんよ。今出さなかったらもクリスマスだよ。もうちょっと取りたいね。11個は多いね。うん、待つか。待とう。逆にこの隙間の9月とかを狙ってってもいいしね。バグ取ってくれ。あ、取ってる。あ、減ってる減ってる。ただ1週間。多少のバグはでもあって当たり前じゃない？そうだなぁ。ああ、やばい、8月が終わる。いや、もう9月に出そう。もうここまで来たらあれですか。ここまで来たらバグゼロで。完璧な状態で出そう。バイバイじゃないんだよ。もう、帰宅しましたね。よし、完成です。完成。逆にさ、バグ大量のゲーム出して伝説になるっていうのもありだよ。今回はサウンドが高くていい傾向です。出荷するぜ。すごいいい感じ。まとまった ね。いいゲームっぽい、ね。タイトル変更できますよ。あ、ほんとだ。タイトル何にしましょう？動物。何文字までいけんだこれ。32は嘘だから。32じゃないだろうな。大して入んなかったよね。動物パズルゲームです。ものは。ワミがとりあえずつけてそれを叩き台にしてもいいけどね。いい、いいかい。うん。これだね。めっちゃいいな。花坂バトルここ掘れワオワオだね。花坂じいさんを元にした落ち物系パズルゲーム。そこまで、そこまでもう設定した。もう何の文句のつけようもない。これでいいかい。あえて言えば鍵カッコじゃなくて二重カッコかな。二重カッコあんのかなこれ。ないですね。じゃあいいですよ。いいですか。うん、問題はその文字数を許容してくれるかどうか。そうなんだよね。まあ、最悪花坂バトルと鍵カッコは削れると思って。確かに。いけ。ダメだ。厳しいな。めっちゃいいのにな。俺はじゃあ前は削るか。何文字までオッケーなのか。そこね。とりあえずこれで10文字。10文字いけんのか。いけるかな。あ、いける。やった。ここ掘れワオだけになってしまった。まあまあまあ。じゃあ鍵カッコ削ってもいいかもね。じゃあそうするか。毎回鍵カッコつけないといけなくなっちゃう。10文字はいけるってことだね。10文字はいける。うん。なさかバトルも欲しいな。行きたかったな。出荷。お、うん、お、雑誌レビューね。なるほど。低いぞ。努力の痕跡。あーあー、低いな。満点40だよね、きっと。忖度ねえな。これはあの、さっきの雑誌会かもしれん。ピコゲーマガジンだっけ。ちょっと低い点数ですか。うん。売れてくれ。おそ、3351本はやばいぞ。発売が開始されました。こっから宣伝打てばね。ね。ファンがちらほらと微増。うん。なるほど。お、やっぱ男子なんだな。マニアックですからね。うん、そうなんですよね。これは。でも、小学生、中高生に人気みたいよ。確かに。女性には全体的にだね。そうだね。じゃあ、広告打つか。売れてる、売れてる、売れてる、売れてる。え？初動1万本はなかなかでは？じゃあもう雑誌は信用できないからネット広告を打つぞ。そうだな。ネット広告。知名度上がりました。お、増えた増えた。いいね。社会人にファンがめっちゃ増えたね。あ、まあ小学生はネットはねそんなに見ないもん、ね、確かに。ああ、だから年齢層に刺さる広告媒体を選ばないといけないんだね。あ、でもめっちゃ初週1万5000本すごくね。売上チャートは30位。ああ、まあでも悪くないんじゃないですか。ね、新興企業ですから我々。チャートインできてますからね。うん、次回作は上位を狙っていきたいですね。何か。お金増えてる増えてる。でも売れると増えるんだ。いいね、いいね、いいね。じゃあ
これでお金があるうちに次の企画を通していかねば。どんどん宣伝を打つってのはどうだい。もうここ俺輪を一本で。ここ俺輪を。いや、俺たちの期待のね、あれですから。ラジオかじゃあ。できるだけのね、宣伝を打ちたいですよね。そうですね。ラジオ、バンバン流そう。ラジオ、いきますか。うん。じゃあ、ここ掘れ、ワオの利益、全部ラジオに投資したけど。知名度は、ああ、熟年層に行ったな。いや、いいバランスよ。知らないだけだから、みんな。ここ掘れ、ワオの。そうよね。今後を考えると、うん、金持ってのは大学生、社会人、熟年層。確かにね。その層ここにアピールしていきたいね。でかい。うん。いいなぁ。お、売れてる、売れてる。売れてる。もう毎週1000本ぐらい売れてる。伸びるかな。チャート圏外だね、でも。本当だ。最高30。まあ、普通下がっていくからね。まあ、そうね。あ、でもすごいよ。制作費877万で売り上げもう2600万だ。稼ぐね。稼いだね。1800万。稼いで。でも。まだまだ売れてますからね。ね。広告に1300万使いましたけどね。まあまあまあ。次のゲームをもう作るか、じゃあ。もうちょっとお金かけていいんじゃない？確かにね。儲かるな。ゲーム会社。一回区切ろうか。一回区切りますか。うん、じゃあ、ここ掘れワオは30位スタートということでね。うん、素晴らしいスタート、ね。素晴らしいゲームでした。俺、時間かかるなっていうか、時間を忘れて遊んじゃうね。うん。結構楽しいな。うん。やるな、カイロソフト。